なんでかって前のねお母さんの時代からねお付き合いがあって、何回来ても最近はもう天国に行っちゃったから会えないんですけど、本当に元気そうだったお母さんが私のジャガイモを待ってたの。だからね、北海道からジャガイモを送るともう本当に喜んでくださるので、で亡くなったけど仏さんにあげてもらおうと思って今もジャガイモ送っております。そんなお付き合いをして、もう歌い出してからですね、歌手生活今年45年目を迎えてます。45年生まれた赤ちゃんでも45歳でしょ。でみんな最近私の年をみんな数えるんです、想像で。でそこは想像で終わってください。それ以上追求するとなんだって夢がなくなっちゃうかもしれないので、でもサブちゃんを頼ってこの道に入って今があります。だからあの北島さんのところを離れて一人の生活がありましたが、それはまた後ほどお話しいたします。そういう人生を歩いてきてもどっかで誰かが支えてくださるお客様がいたので、私は45年ようやくたどり着きました。これからは健康に気をつけて頑張っていこうと思う今年1年を迎えてますけど、本当に今すごく幸せを感じてます。